けてるという学校で、なんで災害派遣の時になんでこんなのつけてるのかなっていうのは、そういう秘密がありますので、あの皆さんそこは一つ覚えて帰っていただければと思っております。で、気になる給付金の中身ですね。中身っていうのはちょっと今日見せられないんですけれど、これですね、こういうものになってます。あとでですね、詳しく書いてありますのでご覧ください。まあ一番からですね、はい、止まっても止まらないんで、なんでこういうところで
空きを置いてもらわなければいけない。これ30分以上ほっとくと、30分から60分ほっとくと壊死してしまうんですよ。壊死してもうあの手が腐っちゃうんです。なんでここにボールペンとかで、はい、あの現在地基礎345とかで書いてきて、で30分経ったら一度緩めれます。緩めてもらって、一回ちょっと循環を良くしてもらって、その後またやるっていう、はい、っていうためにあります。でもこれは人がいたのか何なのか、血が止まるまでやるっていうのが、で、日用品を使用した止血で、今日これ皆さん持って帰ってくださいね、はい、っていうのがあって、はい、まあ、止血剤はまずあの、でさっきも言った、水より近いし、皆さんご清聴ありがとうございます。終わりです。